で虹ヶ崎に統一していたんですけど、うん、ハッシュタグを今後はですね生放送の内容に合わせたものにしていく予定となっております。はい、はい、ということで、今日のハッシュタグはこちらです。どうぞ。こちらです。ハッシュタグフライビズユー生放送です。生放送フライビズユーしか書いてないよ。あれ生放送生放送やばい入んないよとか言ってたけど入れるの忘れてた。すべて生、はい、ではではここからの MC はなっちゃんとしゅうちゃんお願いします。はい、かしこまりました。はい、ここからはこちらのコーナーをお送りします。題してあなたとまだまだ楽しみたい OVA ネクストスカイ大鑑賞会。確かぜや、たくさんあった候補から事前に紹介したい場面を選んできたので、ストーリーで登場する順番に話していこうということで、はい、まず私かな、これでそうね、なんかでもあの、うん、みんなそれぞれ好きに話していきたいと思います、うんうん、虹ヶ崎らしくね、うん、多分一番最初これだと思います私、ね、じゃねん成田空港いやこれさ、うん、すごいたくさんこのイラスト用意されてて、そうそう、このサイズの紙がもう100枚以上だよね。そうそうそう、あった、そう、大量にあってこんな分厚くて、うん、で私となっちゃんは先にメイク終わってこう見てたんですよ。それ見てて、うん、いやこう ここいっぱいに実際にこれ選ぶいやいやここがおすすめです。理由があるんです。あのでまさかみやちゃんもね、うん、アメリカから日本に来たでしょ、うん、だから絶対成田空港は1回は使ってるのよ、うんうんうん、で、2期の時は羽田だったんだよ、うん、で、OVA 成田で、うん、私も多分小学生ぐらいからずっと成田使ってるから、私にはすごく親近感がある、この看板。そうか、そう。じゃあ、あのしゅうちゃんもこっちに来て、うん、日本に来て、うん、夢の始まりだし、そう、アイラちゃんからしてもそう、ここに夢の始まりやん。そう、日本に来て、そう、いやすごい。次もこれなのよ。でも今選ぶ人はいないよ。ターミナル2。ターミナル2。国際線ね。これが国際線なの。そうそうそう。そうか。だから成田空港ね。う、うん、私には親近感がすごいあるんだけど。ごめん、これはないやろって。ね。悲しい。ちゃんと選ぶ人は選んでたわ。素敵な理由がありましたもん。成田空港。素晴らしいね。あのこの次のシーンはあゆむちゃんのが歌ってる顔が見れるんですけど、うん、あゆむちゃん視点だとこんな風に見えるよっていうのもいいなと思ったし、うんうん、あのこのワンコロまでワンちゃんまで本当だデレデレさせてるの。かわいい。これ見て見て、ワンちゃんだ。いやこれワンコが見てる、あゆむちゃんかわいいって見てくれてるからすごいかわいいと思って、そう嬉しいなと思って、これ、ワンコも参加していいんだ、はい、そう、ワンコもスクールアイドルでいられますから、虹ヶ崎は、はい、めっちゃ可愛いです、はい、ね、だからこれ気づかなかったってあるけど、うん、ゲットすればそうですよ、見てブルーレイよ、ワンコが可愛いなって見えますそっか、ポーズできるもんねそうそうだよ、皆さんも一時停止してほしい、うん、ね、あ、気づかなかった、あー、そういうことだ、さすが、はい、え、なっちゃんも気づかなかったことあるかな、みんなが、みんなが気づかなかったこと、これ気づい、これは気づくんじゃないかなって思うけど、私はこれ収録の段階では知らなかったの、うんうんうん、こちら、あ、みんな大好き、メイドさんの愛がメガネかけてるやつ、ね、いいですね、これなんか公開されて皆さんがなんか、うん、愛みたいに、うんうん、なんかつぶやいてて、うん、で何の話って思ったら、うん、私も見たらこれかと思って、うん、めっちゃ可愛くない？可愛い感動しちまったよ、ね、私はこの私ちょっと面白い、あ、このね、あ、みんながストレッチしてるシーンなんだけど、みや、うん、ちゃんとランジちゃんの身長差がすごすぎてさ、本当だ見てるんだよね、それストレッチできてんのなんか普通さ、こう持ち上げてこうなってストレッチできるのに、うん、それはどこに効くストレッチ、ね、しかも逆、みやちゃんがさ、ランジュちゃんこうやってやるときにさ、うん、
アンジュちゃん背高いからさ、うん、アンジュちゃんストレッチできてるからみたいな。そうだろう確かに逆にね。ね。ミヤちゃんを持ち上げるときすごく大変かもしれない、ね、逆にランジすごいふわーってやって、そんなに身長差ある、うん、え、かわいいね、うん、かわいいよね、そういうの発見したいわ、かわいいなって思っちゃった、うんうん、はい、次にどこかな、あ、リボン取れちゃうだ、リボン、ごめんなさい、アグリのリボン、なんかこれ反対なの、しかも作りが、わかる、はい、あ、ありがとう、あ、あ、あ、こっち、こっちが、え、うん、鏡じゃないからわからない、これが、うん、こっち、あ、そう、あ、取れちゃった、んこれつけて、うん、つけて、これを中央にやりたい、左、こっちに引っ張る、あ、そう、あ、オッケーオッケー、これでいい、あ、オッケーオッケー、あ、つきました、オッケーオッケーオッケー、夏美お姉ちゃん、ありがとうございます、衣装壊してないですね、はい、例えばりなちゃんとあいちゃんでちょっと重ねればちょっと顔かぶっちゃうかもしれないけど、こういう風に2枚重ねで入れたりもできます、あとはさ、ほらな、どこどこだよりなり、あー、できます、できます、もうできるよ、そうそう、はい、お台場だよ、あー、いいね、はい、かわいい衣装着てるから、ね、もう今時は CD は予約必須の時代ですから、そうだよね、すぐあのお店に行って、あの、本、ね、今日売ってるよって言っても全部売り切れでーすなんて言って、絶対に欲しいとか絶対に聞きたいって方は、あとこれを絶対欲しいって方は予約していただけると嬉しいです、お願いいたします、はい、お願いします、虹学の6ライブは皆さんと愛の交換をしたいライブとなっております、交換、キービジュアルでもユースアルバムの衣装を着ているメンバーが描かれている通り合ってますよ、うん、虹学のラブソングを通して皆さんに、あなたにいっぱい愛を伝えていきますので、 あなたも、はい、愛を届けてくれたら嬉しいです、はい、愛だけに、愛だけに、はい、愛がいっぱいです、スクールアイドルの日常を見て、シックスライブの愛知公演は12月23日土曜日、24日日曜日に愛知スカイエキスポホール A にて、愛だけにね、そうです、愛だけに、神奈川公演は2024年1月13日土曜日、うん、14日日曜日に、うん、K アリーナ横浜にて開催いたします。これは何だけに、愛、愛、愛、だいぶ無茶ぶり、K アリーナ、愛だけに、あーいやったごめん、ごめんなさいねそして、楽曲名に加えて作詞者名や作曲者名での検索もできるようになっております、はは、試しに、ここか、検索してみましょう、何で検索する、ちまにゃんさん、ちまにゃんさんちゃんとさ、あの、両欄が出てくるか、確かに、そうそうそう、出てこなかったらね、ちまにゃん、お、すぐ出てきた、すぐ出てきたできたぞ、王の携帯、ね、検索してるのかもしれないこの方、これを逆につけたら、うんうん、こちらをね、背拍子とかにすれば、うん、ほうほう、ほら、このかっこいい、このイラスト、テレビアニメの1期9話で刹那が買っていた小説のそのままのデザインらしい、すごい、すごい躍動感もあるしね、これは初回生産限定なので、売り切れ次第終了でございますので、皆さんお急ぎくださいませ、2冊も食べてもいいよね、確かに、あの、あ、いいね、このバージョンと裏側のバージョンと、天才やん、これは天才これは天才並べてほしい、ね、並べてほしいよね、すごいね、あ、愛のトレード大会楽しむぞ、あ、いいですね、トレード大会、いいね、なに、あのさ、違う、あのさ、違う、あの、グッズでさ、うん、ハートのステッキやったじゃん、うん、ハートあれでハート送れるじゃん、そうだそうだね、すごい思っちゃったそうねごめん、そういうことでしょ、あれいっぱいこうやってやってほしいな、で、できるなと思って、ひらめいちゃった、虹学のカチューシャもね、そうだよ、そうこうやって、あい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 って、あい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 って思って、私たち、俺たちからの愛ってこう、そうそうそう、きっと声出しもね、ちょっとごめん、なんか変にびっくりした、なんかコメント見てたからそういう感じで思っちゃったけど、急なあの発見ね、みんななるほどって、しゅーちゃんかわいいでもそのしゅーちゃんかわいい、みあちゃんかわいいっていうのも全力でね、
そうですよ、待ってますよ、いただいて、はい、そしたらね、うん、こっちもね、こっちも全力で、そう、みあちゃんから投げキッスがもらえるかもしれませんよ、かもしれませんよ、そう、そうだよ、もらえるかもしれないから、みんなの愛がどれぐらい大きいか、ね、そうだよ、みあちくれね、どれぐらい大きいなのよね、こっちはオラに愛を分けてくれって感じで、そうだよ、詰めますから、そうだよ、ね、みんなに愛が送れるように、はい、はい、皆さんぜひぜひ愛を送ってください、お願いします。